こんにちは、フースターの丸山です。ちょっとね、機材トラブルがありまして、これあのオープニングね、後撮りなんですけども、もう気づいたらね、もう年末になっちゃってましたね。はい。で、12月全く更新してなかったんで、せめてね、ベストアルバム、これはやっとかなきゃいけないだろうなということで、今回、2023年のベストアルバム10選でございます。毎年恒例みたいな感じになってますけど、個人的には、はい。なんですけど、去年が結構ね、かなり絞り出したんですよね、10枚。そういうのがあったんで、今年はね、1月からね、新譜ばっかり聞いてましたね。毎週毎週新譜出たら何かしら聞くっていう感じでいろいろやってたらね、2023年の新譜のプレイリストがもう3時間超えのプレイリストになってまして、いや、これどうやってまとめようかなってところだったんですけども、なんとかなんとか絞って10枚にしました。はい。超激戦された10枚です。ぜひこれね、最後まで見てもらって、で、今回ね、プレイリストも作ってます。はい。去年と同じようにね、プレイリストを今年も作ったんで、これぜひ聞いてほしいなというところと、せっかく3時間分のプレイリストがあるんで、それもあの概要欄の方に貼っておきます。年末年始のね、暇な時間がもしあったらね、なんか流しながら、いろいろ作業とかしてもらったらいいかなと思ったりしてます。はい。よかったら聞いてみてください。で、今年の1月にですね、下山のあの地というね、アルバムの紹介をしたので、下山は1回省いてます。もう1回ね、紹介してもちょっとその1個の枠がちょっともったいないなというところで、それは省いてます。ご了承くださいというところでございます。で、みんなのね、ベストアルバム、これ良かったよっていうのを、よかったらね、コメント欄の方で、教えてもらえたらありがたいです。それじゃあやっていきましょう。最初はですね、ブリーの Lucky for You というアルバムでございます。こちらですね、2013年結成の US のオルタナのバンドなんですけども、アリシア・ボグナノっていうね、この女性ボーカルの人が中心となって結成されているバンドになっております。今回4枚目ですね。はい。で、名門のサブポップからリリースという感じですね。はい。サブポップはもう結構好きな人というか知ってる人も多いと思うんですけども、90年代を代表するようなインディーのレベルですね。はい。ニルバーナの、インディー時代だったりとか、マッドハニーとかね、当時はあったし、まあ、2000年代入ってからもノーエイジだったり、あとはまあフリートフォクシーズとかもね、いましたね。はい。っていう感じでね、ちょいちょいコンスタントにいいバンドをね、やっぱりずっと出してきてくれる、レベルなんですけども、ブリーもやっぱりね、サブポップっぽい、やっぱグランジというかオルタナ色の強いバンドになってまして、ダイナソージュニア、ニルバーナ、まあ、その辺の、まあ、オリジナルグランジの影響もありつつ、やっぱ今時のアレンジというかね、歌メロが結構立ってるんですよね。それがまた良くてね、はい、いいバンドだなと思ってます。で、前作ね、もうこれがとんでもない名盤だったんですよ。はい、僕としては、はい、でかなりローファイな音になってまして、録音してる、空間の場所の音そのまま聞こえてくるみたいなね、イメージなんですけど、これがね、かなりサブポップっぽくていいなと思ってたんですけど、今回は結構ハイファイな音になってましたね。これが結構意外だったんですけど、なんですけど、やっぱり曲がめちゃくちゃいいんですよね。やっぱりオルタナのツボをかなり抑えてるなと思うし、アリシア・ボグナノのね、まあこれ友達が言ってたんですけど、少年っぽいよね、あの人の声みたいな言ってたんですけど、まあ朝にその通りだなと。危うさみたいなものがかなり含まれてて、キワキワな感じがしてね、僕は好きですね。はい。という感じです。これはもうアルバム通して、かなり最高な、かなり上がるような一枚になってます。ぜひ聴いてみてください。はい、次はですね、セロの EO でございますね。はい、セロ、皆さんご存知、日本の、まあ、シティポップバンドと言っていいのかな。5年ぶりのアルバムですね。意外と久々だったっすね。だからみんな、メンバー個々のソロアルバムがここで出たいとか、まあそういうね、セロ以外での活動が結構最近あったからね。セロはね、本当シティポップの中でもかなり頭一つ抜けてるなーっていうのが、僕感じてましてね。はい。やっぱ音楽的素養の広さっていうのが段違いなんじゃないかなと思ってますね。はい。あの、昔インター FM でラジオやってたんですけど、本当かかる曲ね、聞いたことないし、何これみたいな面白い曲ばっか流しててね、それもいろいろ音楽聴いてんだなっていうのもあるし、あとやっぱね、歌詞が文学性が非常に高くて、でさらにその風景描写というかね、情景の描写ですね、そういうところの切り取り方、その歌詞の載せ方ですね、ここがめちゃくちゃうまい、まあ、そういうところがレベルの高さみたいなものが伺えてね、僕はかなり好きですね。今作は本当に何でしょう、もはやシティポップ
ップなのかわからないですね。セロっていうジャンルというかね、まあ、そこまでいっちゃうともうめちゃめちゃ強いですよね、バンドとしてね。超複雑ですね、展開というか、アレンジというかね。偏った音楽しか聴いてない僕としては音楽的発見というか、おこういう展開の仕方ありなんだみたいなね、発見がいろいろあって毎回面白いなと思ってますね。っていう感じでこっからは前の日に撮った映像に切り替わります。はい、引き続きお楽しみください。次がですね、エルシロタっていうバンドなんですけど、読めないんだよ。ニシクイエラエスタモスリストスパラっていうアルバムです。っていうのもね、メキシコのバンドなんですけど、やっぱラテン語わかんないですよね。これね、たまたまね、KEXP っていうね、シアトルのラジオ局の YouTube チャンネルがあるんですけど、これね、やっぱ US オルタナ好きな人はね、こうみんな見てる YouTube チャンネルなんですけど、これで、ね、ライブ映像が出てたんですよ。それがね、むちゃくちゃかっこよくてね、こんなバンドいるんだっていうね、何言ってるか全然わかんないけど超かっこいいなと思って聞いてたんですけども、たまたま今年新譜が出ましたと。前のアルバムよりもよりパワーがあるなというところの作品でございますね。よりね、ディスコードとか、まあドライブライクジェフとかね、よりそっちの直系の音になっててね、いやー気持ちいいというか最高なんですよね。そしてね、頭も悪そうなのもね、めちゃくちゃいいんですよね。これ今年見つけたバンドの中で結構当たりだったなというところでございますね。はい、続きましてね、ロストエイジのピルグリムでございます。はい。いや、ロストエイジ、まあこのチャンネル見てる人はロストエイジ好きな人多いと思うんですけども、いやー最高です。奈良在住のね、3ピースオルタナティブロックバンドでございます。結構前からですね、CD 屋に CD を下ろさない、自分たちだけでこう CD を売っていくというね、スタイルを取っておりまして、なんでもうインディーじゃないんですよね。既存の音楽ビジネスのメカニズムから外れてる、とても軽有でね、軽高い孤高のバンドなんですけど、今作はですね、さらに踏み込んだ販売の仕方をしてまして、ツアーで47都道府県回るんで、そこで買ってくださいよっていうのと、あと自分のゴミさんが持ってるお店ですね、スロートレコーズで売ってます。で、そこの通販でも売ってますよ。自分たちの手の届く範囲で、対面で、ね、販売していくというスタイルを取ってて、これがね素晴らしいなと。ディスコードの DIY 精神をそのまま今日本で持ってきてやってるっていう気高さっていうところがやっぱね、応援したくなるというか、やっぱ別格だなって思うんですよね、ロストエイジのこと。音楽体験っていうものをもう一度考えさせる作品になってたなと思いますね。うん。僕もね、実際横浜のね、FAD ですね、ツアー回ってきて、そこで買いに行きまして、ライブを見て買って帰ってきて、コンポに入れて聞くっていうこの流れはやっぱもう原体験ですよね。これを再認識させてくれる、音楽の大切さっていうものを再確認させてくれるっていう、いやとんでもないバンドですよね。で、全然内容の話してなかったんですけど、今回ね、瞬きをするマニっていうね、YouTube で PV だけ上がってたんですけど、これのね初音源化となってますね。これがまた名曲ですから、はい、これまず YouTube でね PV 見てもらって、激エモな曲なんでね、これ聴いてもらって、よかったらまあ通販でもいいからね CD 買ってほしいなと思いますね。人と人がこうバイバイし合ってるっていう、このなんでしょうね、人と人のつながりのぬくもりを感じるね、とんでもないアルバムですね。続きまして、ホームカミングスですね、ニューネイバーズでございます。いやー今回もね、最高ですよ。京都出身のね、フォーピースバンドでございます。で、5枚目ですか今作で。で、しかも10周年なんですね。マジでおめでとうございます。ホームカミ、以前はね英語詞でずっと歌ってたんですけども、数年前からね日本語に、全部切り替えてね、日本語で歌ってますという感じですね。で、英語詞時代のね、てか、ホームカミをね代表する大名曲ハートっていう曲があるんですけども、まあ、この曲を聴いてね、みんな多分オルタナファンはね、もうかなり食いついて、ホームカミやべえなっつって、聞き始めた人多いと思うんですけども、もう、ハートに匹敵するぐらいの大名曲できましたね。アスっていう曲が今回入ってて、もうとんでもない名曲でしたね。英語詞の名曲がハートだとするなら、日本語詞の名曲アスっていうね、こういう感じでね、久々に来たなっていうところがありますね。うん、突き抜けましたね。あのね、僕やっぱ個人的にね、16のハイハットで刻む四つ打ちの曲がね、とても好きなので、やっぱドンピシャで掴まれたなという感じですね。もう大名曲なんでね、これでもうとりあえず曲聴いてくださいという感じでございますね。来年の2月か、福田さんがね、脱退というか卒業されるということでね、本当にお疲れ様でしたというところですね。
はい、続きまして、ゆらぎですね。ヒアーアイスタンドでございます。ゆらぎはですね、2015年結成の、バンドになっておりまして、今回2枚目になっております。で、今まではね、結構ドリームホップだったり、まあ、シューゲイザーですね。そういう感じだったんですけど、今作はね、結構、もうこのアルバムもかなり突き抜けましたね。はい。ウォーシーオブっていう曲かな。はい。この曲がとんでもなく良くて、はい。それまでのドリームポップ、シューゲイザーみたいなところももちろんあるんですけど、それよりも、まあ、US オルタナ的な、グランジ的なね、ノリがかなり入ってきてて、爆音なんですよね。これが最高です。で、さらにギターのリフとか、ちょっとダルっとしたね、ビート、グルーブ。がかなりスマパンを思わせるようなね曲になってまして、これがたまんない。でしかも女性ボーカルっていうところが面白いポイントだったなと思いますね。このバンドも突き抜けましたね。その他の曲で言うとね、やっぱ結構浮遊感のあるシューゲイリバイバルっぽい感じですね。シューゲイザーオリジナルっていうよりはリバイバル系のバンドのイメージが近いかな。はい。なんかベロニカフォールズとかね、あの辺のイメージかな。僕としてはかなり好みのバンドでございますね。はい。続きましてライズのセルフタイトルでございます。ライズが出てきた時は本当にびっくりしましたね。マイク・キンセラとネイト・キンセラのね、兄弟じゃないんですよこの二人、親戚同士なんですけど、はい。この2人がやってるバンドというかデュオなんですけども、もともとねこのマイク・キンセラはですね USMO シーンのねほんと生き字引みたいな人なんですよね、この人。うん、多分好きな人はむちゃくちゃ好きで、その周辺のバンドしか聞いてないぐらいのねドハマり具合だと思うんですけど、シカゴ出身のねアーティストなんですけど、マイク・キンセラやっぱキャップンジャズであったりとか、アメリカンフットボールですね。あと、オーウェンとかね、やってたりします。オーウェンはね、なんだろう、結構ジャンルにとらわれずね、聞く人が多いかなと思ったりするんですけど、やっぱほんと伝説的な人なんですよね、この人。まあ、ネイトもね、いろいろやってたりするんですけど、まあ、最近のアメフトが再結成してからね、メンバーに入ってやってたりもするしね、ネイトは結構器用な人で、いろいろ楽器弾けるタイプのね、人なんですけど、エモのね、大御所が新しいユニットを組んで出てきたっていうところで、もうこれ何やるんだろうなと思ったら、まさかのポップスというか、なんでしょうね、もっとねエモというかポストロック寄りの、バンドなのかなと思ったら全然違ったっすね。うん、マイクがやってるバンドだと、まあ、ダントツでポップ。てか、なんならストリングスとか入ってて、めちゃくちゃびっくりしましたね。あれ、こんな感じと思って。ウォーウェンやってるだけあって、歌メロっていうところはね、本当にね、いいんでね。はい。いや、めちゃめちゃ歌立ってていいなと思ってね。はい。なんですけど、でも、ちょっと感想の部分だったり、ちょっとしたところで変拍子が入ってたりとか、ギターのアルペジオがですね、やっぱ洒落てるし、あ、やっぱポストロックというか、マイクっぽさ残ってるなというところで、絶妙なバランスの、バンドになってますね。これどうなってくんだろうね。めちゃめちゃ面白いです。あ、ちょっとね、日本の来日公演ちょっと見に行けなかったんですけど、また来たら見たいなと思ってます。じゃ次はですね、サットフランクのゲルになりますね。サットフランクはですね、ノットオンクの加藤くんのソロプロジェクトになってます。はい。ノットオンクはですね、もともと、まあ、エモ界隈、日本の、まあ、エモ界隈ですね。そこで結構、面白い、若手のバンドが出てきたって感じで結構注目されてるバンドでして、でさらにね、出身が北海道っていうところでね、やっぱりねブッチャーズと比較されるような部分もあったりしてね、まあ若手の北海道をこう背負っていくようなバンドになるんじゃないかみたいな言われ方をしてたんですけど、今回全然違うことをやっててね、めちゃくちゃ面白かったんですよね。ノットオンクはもともと英語詞なんですけど、こっちはね、全部日本語詞でやってるっていうところもあったり、結構ジャズ、ファンク、フォークとか、そういうねちょっと昔のねジャンルのものを全部ギュッて入れて、そういうものを全部ひっくるめて日本でしかなり得ないポップスになってたんですよね。これがまた面白いところでございますね。まあノットンくんの時からも結構なんか急にジャズっぽい展開入ってきたなみたいなところはあったんで、あ、なるほどなっていう部分もあるんですけど、ここまで振り切るんだっていうのはかなり斬新だなと思いました。そしてカオス具合なんだけど、単純にメロがいいんですよね。うん、これがとんでもないなと思うし、金子綾乃とかね、織坂優太とか、あの辺の、まあ、シンガーソングライター系のね、天才系の人たちいるじゃないですか。まあ、七尾旅人とかね。あの辺に匹敵するくらいの、すごい人なんじゃねえか、この人は。っていうのが、今持ってる感想ですね。このアルバム聴いてた時ね、結構忙しくて、仕事がね、結構しんどいなと思ってたんですけど、その時にずっと聴いてて、このアルバム、かなり救われましたね。晴れてる日ね、通勤で外歩いてる時とかね、めちゃくちゃ合うんですよね。はい。
いや、これいいアルバムです。次はね、ワイルドナッシングのホールドでございます。でワイルドナッシングはですね、 US の、バンドになってまして、シューゲイリバイバル勢なのかな、2000年代から2010年代ぐらいの、シューゲイリバイバルの中で出てきたバンドなんですけど、今回5年ぶりですね、5年ぶりの5枚目のアルバムになっております。今回もね、シューゲイザーの、感じのアルバムなのかなと思って聞いたんですけど、いきなりね、ハウスハウスっていうか打ち込みですね、あれが始まって、なんだって面食らいながら、そのまま 80s ポップスっぽい曲がねずっと続くんですよ。あれ周下じゃないってなってね、かなりびっくりしたんですけど、これで全然かっこいいなと思ってたんですけど、アレックスっていう曲が終盤の方に入ってきて、これまた超名曲でしたね。本当にぶち上がるシューゲイザーソングになってますね。これは最高でした。シューゲマナーみたいなものを全部捉えてるような曲ですね。はい。この曲が良すぎてベスト入りしましたね。はい。最後はですね、ザ・ノベンバーズのセルフタイトルでございます。はい。この前出たばっかなんですけど、こればっか聴いてますね、最近。超いいです、このアルバムね。3年ぶりの9枚目のアルバムになっております。インディーデビュー直前からね、僕聴いてるんですけど、いや、最高です。はい。いやー、本当にこんな進化の仕方するんだなと思ってね、いやー、本当嬉しいですね。聞いててよかったなと思いますね、本当に。やっぱね、セルフタイトルっていうところもあってね、本当これぞノベンバって感じのアルバムになってますね。まあ今まで通りね、80年代から90年代のオルタナの影響ですねっていうものはやっぱ感じますね。グランジ、シューゲイザーとかポストロック、まあ、ポストパンクですね、あの辺、まあ、キュアか、あの辺のオルタナの要素っていうものはかなり吸収してね、入ってるんですけども、今回は特にね、デジロックというか、まあ、インダストリアルですね、結構ナインチネイルズっぽいねベースラインが入ってたりしてね、まあ、そういうインダストリアルだったりデジロック的な要素もかなり入ってまして、こっち方向に進化するんだっていう感じはありましたね。まあっていうのも、小林さんがね、今ブンブンの中野さんとスペルバンドやってますからね、はい、その辺の影響がかなり強いのかなと思ったりした一枚ですね。曲展開の意外性っていうところがめちゃめちゃ進化してるんですよね、今作ね。まあ、前作、前々作ぐらいも結構なんかプログレみたいな、感じの展開の仕方してたんで、斜め上の曲の展開の持っていき方っていうのは、その辺で心得てたんだろうなっていうところですね。はい。めちゃくちゃ激しい曲で、まあ、グランジだなーと思って聴いてたら、最後のサビでめっちゃ開けるみたいなね。うん。そういう面白い展開が多くて、これ聴いてて本当に飽きないアルバムですね。こんな感じで今年のラインナップでございました。はい。でね、あと、やっぱ今年この話は避けて通れないんじゃないかなと思うんですけど、亡くなったアーティストがね、あまりに多かったですね、今年は。本当に残念でしたね。雪色さんから始まって、で、坂本龍一も亡くなっちゃったし、あと、ハイスタの常さんもね、亡くなっちゃって、もう本当にびっくりしましたね。あと、空想委員会の三浦さんも亡くなっちゃいましたね。僕、ちょっと一回仕事したことがあってね、本当、会ったことがある人が亡くなるっていうのはかなりショッキングですよね。うん、あと、ドライブ・ライク・ジェフのね、リックも亡くなっちゃいましてね、いやー、本当にショックでしたね。ドライブ・ライク・ジェフのおかげで、こう、ハードコアみたいなところをね、かなり間口がガッと広がって、のめり込んだってところがあるんでね、結構、悲しいですね。まあ、ホットスネークスも最高だったしね。で、やっぱり千葉雄介かな。タトゥー事件の時ですね。あの時もうリアルタイムでちっちゃかったけどね。リアルタイムで見てたんで、こういう人がロックスターなんだなっていうのをね、当時でも思ったしね。いやー、かなりショッキングな一年でございましたね。はい。敬意を表したいっていうのと、やっぱ、この人たちの偉業をね、忘れないようにしたいなというところで、この動画にね、残しておきたいなというところでございました。こういう人たちの、残した音楽をね、今一度聴くっていうのも今後の日本の音楽史につながるんじゃないかなと思ったりしますね。本当にご冥福をお祈りします。で、皆さんの、これが良かったんじゃねえかっていうね、ベストアルバムを聴かせてくれたら嬉しいです。コメントの方でお待ちしてます。良ければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。それじゃあまた、良いお年を。